こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は豆乳マシュマロプリンを作ります。用意する材料は調整豆乳を 300ml、 マシュマロ 50g です。ではこのマシュマロをお鍋に入れてしまいます。マシュマロを中火にかけます。でここに 300ml の豆乳を少しずつ溶かすように入れていきます。ではマシュマロが溶けてきましたので一旦これは切りまして、少し粗熱を取りたいと思います。では粗熱が取れましたので器に注いでいきます。では冷蔵庫で冷やしていきます。ではプリンが固まりましたのでトッピングに黒蜜をかけます。きな粉もトッピングします。できました。わあ、これ美味しそう。何これ？これプリンなんですけど。え、プリン、プリン、はい、そうなんです。なんでできてると思いますか？なんだろう、食べてみないとわかんない。なんかこうスプーンを入れた感じはトローンとしてる。そうですね、ちょっと柔らかプリンって感じで。柔らかプリン、なんか美味しそうな、あの黒蜜ときな粉がかかってるから和風な感じのなんかスイーツみたいな感じ。ババロアにも似てるしね。じゃあちょっといただいてみます。はい、甘いよこれ。え、何が入ってるの？
これですね、マシュマロと豆乳だけで作ってるんですよ。マシュマロと豆乳、プリンの素とかじゃなくって、はい、そう、卵もそういうのも一切使わずに、え、卵も何も入ってなくって、はい、マシュマロのその中に入ってるゼラチンだけで固めてます。へえ、ちょっと食べてみよう。あ、甘いよ、なんかあっさりした甘み。そうですね、普通の牛乳で作るものよりもちょっとあっさりめかなと。うん、あっさりしてる。この季節にぴったりみたいな感じ、夏にいいよね。そうなんです。すごいあっさりして、なんかこう口に残らないというか、ベタベタしないというか、和なスイーツっていう感じ。はい、麦茶と合いそうな感じです。あ、そうそう、麦茶と合いそう。暑い日に、うん、暑い時にね、水分補給にはならんかもしれんけど暑さ対策ちょっとね、あの体を冷やすのにはいいかもしれない、はい。ね、マシュマロでこんな甘さが出るとはね、思わなかったけど。ね、お砂糖を使ってるような感じだけど、はい、お砂糖が入ってないんだ。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。